さあ、ということで、休憩をちょっと挟んだんですが、いよいよ、ヨシペタイへ向かって、行きましょうかね。待っててよ、アマテラス。胃袋の森を意味するこのヨシペタイ。ここは、下手に迷ったら一生出られない危険な森で、ケンブラムたちでさえ普段は絶対に近づかないんだ。私たちオイナ族はこの森を守るよう代々言い継がれていて、ああやって入り口をオイナの紋章で、封じているんだけど、最近じゃ森の力が弱ってきて守りきれなくなってきてね。だからこの先何が待ち構えているか私にもわからないよ。まあ、危険がいっぱいってわけですね。でもこの森の奥にたどり着いたなら、そこにはある場所が待ってる、ある場所。人間には絶対にたどり着けない秘密の場所がね。そこに行くんだな。私は子供の頃、その場所にちょっとした縁があって、今でも生き方を知ってるんだ。じゃあ、海っぽくさんについていけばいいのかな？ね、一寸？一寸とも何か関係性があって感じだよね、きっと。もしかしたら、ピリカもそこに。とにかくアマテラス、長老が見込んだあんたを信じるよ。さあ、今から全速力で森の奥まで駆け抜けるけど、準備はいい？準備は、OK です。まあ、ついていけばいいんだよね。花粉にはマジか。多分あんたも森の中には長くいられないから、ってことは制限時間付きみたいな感じかな。わかりました。めっちゃ気をつける。もうこれダッシュした方がいいかな。あー、5分かでは、全力でついていきたいが、アイテムを取っていく。あ、でも待っててくれてるね。優しい。ああ、なるほど。時間。これで、なんとかすることもできるんだね。もう駆け抜けるよ、俺は。駆け抜けていくよ。ただ、取れるものは取っていくよ。取れるものは取っていきます。まあ無理のない範囲でね、行きたいねって感じなんですが。よいしょ。一応これ取って30秒稼いで、これ取っときたい。真骨頂。今んとこ大丈夫そうですね。一気に難しくなってくるんだろうか。なんかちょっと今の分かれ道も気になるところではあるんだけど、とりあえずついていってみよう。結構ありますね、距離が。危ない。さあ、取れるものは取っていく。中心こっちを。ありがとうございます。で、30秒稼いで、おお、一気に降りてきた。一気に降ってきたよ。さあ、神々の守り。なかなかに宝箱ありますね。取っていきたい。白磁の壺、これ高値で売れるやつだよね。なんか前にも言った気がするけど、同じこと。あー、危ない。 よかった。二段ジャンプがあって助かった。真空って最高。なんか追い越しそうになったんだけど今。あるまじき行為を。あー、しまった。はぐれ玉、よかった。でも多分ね、大丈夫なんじゃないかなって思いたいんですが。よし、マップ移動。やーべえ、結構難しかった、今のところ。あ 引っかかった。やばい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 。油断してる油断してる。まあ、とりあえずこれ取って30秒稼いで、まあ、弾いてもいいんだけどね。これ取りたい取りたい。オッケー。
オッケー、もう30秒稼げそう。いやー、通り抜けられると思ったよ今。さあ手に入れてくよ。さあ次。お、音楽的についた？いやあ、綺麗なところですなあ。着いた。実は私も久しぶりだから本当にたどり着けるとは思わなかったよ。あの時から全然変わってないんだな。アマテラス、ここはヨシペダイの奥の秘境。コロポックルの里、ポンコタンだ。ポンコタン。詳しいことはその一世に聞けばわかるよ。さあ、ケムシリ G の話じゃん。ここにピリカの気配があるんだろ。幻冬の食までにピリカを見つけ出して山おこしの祈祷をしなけりゃ。カムイは氷漬けになる梅だ。アマテラス、あとはあんたに頼んだよ。ここが秘密の場所。さあということで、とりあえずね、餌とかもあげつつって感じなんですが、400超えましたね、幸玉の方も。とりあえずこの辺やっておこう。どうしようかな。結構ダメージ受けてるね。結構ダメージ受けちゃってるね。炭ひょうたんかな。一個あげておきましょう。これ変わらねえな、この村もよ。アマコ、この切り株の中がコロポックルの外、ポンコタンだ。中へ入って連中の話を聞きたいんだろうけど、残念ながらお前が入るには狭すぎらですね。すげえ都合のいいタイミングで現れたけど。待ってましたと言わんばかりの登場。こいつは、小槌さんですね。なんだって急にこんなところに。まさかこいつ、尼子に恩返しでもしようってつもりかよ。しとくれ。たくさんしとくれ。どうするんだ。入ります。入りたい、別にいい。入りたい。そうかい。まあ、ペリカのこともあるし、村の連中に話を聞くのもいいかもな。ただし、オイラは行かないぜ。なんか理由ありそうだね、でもこれ。こんな神器くせえ村に入ったら自慢の兜が曇っちまう。単独で行くのかな。本当に行かない感じだね、一寸。ねえ、いましたよね。さあ、ポンコタン。とりあえず回復しとこう。とりあえずお話も聞きつつって感じかな。どうもー。ホタル。あー、花粉を嫌ってみたいな感じ。うん、変な格好してるけど悪者じゃないみたいだね。とりあえずこれと、なんか奥に輝いてるものがあるので、これもやっておこうか。
みやび。なら何、君ずいぶんちっちゃい狼ね。それに変なお化粧をしているし。私たちコロポックル以外でこの村に入ったのは君が初めてだよ。みやびよろしくね、よろしく。この間も外の世界から森に迷い込んだ人間がいたっけ。その子は何かに取り憑かれたようにふらふらと森の奥へ歩いていって、幽門ピの中に吸い込まれていっちゃった。幽門ピ。幽門ピっていうのは外の森をさらに奥へ行くとある遺跡で、遺跡か、全く別の時間や場所に旅することができる不思議な扉なの。でも扉開けると災いを呼ぶって言われていて、私たちコロポックルもめったに近づかないんだよ。だけどあの日はあの女の子がふらふらと森の奥へ歩いていくから、私心配になってついていったんだ。そうしたら女の子が扉の前に立った途端突然扉が開いて、その女の子扉の中に吸い込まれちゃったんだよ。ねえ狼さん、これ長老に相談した方がいいのかしら。え、した方がいいんじゃない、一刻も早く。待つなり。長尾もいいとこだったんだけど。どこかで見たことがあるような気が。一尺爺様の家に飾ってあったあの掛け軸の絵にそっくり。掛け軸の絵。とりあえず長老様のとこ行きたいっていうのはあるね。うん、マジか。中では暴れたりしないよう気をつけるなりよ。わかりました。じゃあ通してはくれそうですかね。うん、でなんかね、上とかもね行けそうな雰囲気がある。とりあえず入ろうか。入れるんで。この匂い、どこかで鍵覚えがあるぞい。誰じゃ。まさかそのとぼけた鳴き声、お主まさか甘子か。おお甘子、お主本当にあの甘子か。あの戦いで身を滅ぼしこの世を去ったお主がまさかこうして再びわしの前に現れてくれようとは。わしの目はもう役に立たなくなってしまったが、感じる感じるぞ。お主の泣き声がこみ上げる熱い涙で上ずっているのを感じるぞ。そういうことにしておこう。お主相変わらずじゃな。どうやってそんなに小さくなったのか知らんか。その人を舐めた態度、間違いなくあの甘子じゃ。どんな基準で覚えてるのかな。わしとて青ガキだったあの頃とはわけが違うんじゃぞ。今のわしはこのポンコタンを治めるコロポックル一族の王さ、伝説の剣士一尺様なのじゃ。自称がついてるけど。これなんとなくだけどさ、なんかちょっと察してしまった感じがあるんだけど。お主から伝わってくる神の意向は何とも。随分衰えたものじゃな。あの時13に分かれたお主の力、まだ全てを取り戻してないんじゃろ。ねえ、やたら詳しいあたり、やっぱ俺の思ってる感じが正解ならそうかもしれないけど。それにわしらが手を組んで戦ったあの頃に、ですよね。思ってるんだけど、あの頃の面影がそこまでなくなると寂しくなってくるわい。はっきり言うが甘子、今の主では闇の者の脅威に打ち勝つことはまず無理。聞くがお主、今一緒に旅をしてる相棒なんぞおらんのか。一人旅か。いや別に誰かと一緒にいるのを期待しとったわけではないぞ。まあ相棒がいないならそれでいいわい。
まあ、気にかけてるんだろうね。お主もわかってると思うが、前世の力を失った今のお主には闇の国の君主は倒せん。だからこそ闇の到来を察知した我らコロポックル一族は、伝説の信仰伝道師天道大使の衰退を進めていたんじゃ。何もかも忘れたのであるまいな。信仰伝道師とはこの世に神の意向を知らしめる伝道師のこと。神とて生きとし生けるものの、信仰心がなくては立ち行かぬ。だからこの世で唯一神と交信できる我らコロポックルの一族は、神の意向を天下に伝えるため絵師としての修行を続けておる。そしてその絵師の中でも優れた才能を持った者にのみ天道大使の称号が与えられるんじゃ。わしも100年前には第6代天道大使としてお主と旅をしたが、今のわしは見ての通り年老いてあの頃のような力もない。そこでわしは信仰伝道師たる自らの全てをこの村の者たちに教え込んだ。厳しい修行を耐え抜き、今やこの村の誰もが天道大使の名にふさわしい絵の腕前を身につけておる。さあ、まこう、お主がこの村の者を見て回り、旅の相棒にふさわしい7代目天道大使を選ぶんじゃ。お主が選んだものならば、必ずや神の活躍を見事な絵に収め、神の意向はまねく天下に伝えることじゃろう。人々に信仰心が蘇れば、お主は必ず先生の力を取り戻す。そうなれば闇の者の力などたやすく打ち砕けるわい。なんじゃ。得意のおとぼけ態度か。まあお主の考えてることなんぞ雰囲気ですぐわかるわい。つまり幽門秘のことじゃろ。ですね。めっちゃ興味あるわ。あれは災いを呼ぶ忌まわしの扉。あれを開ければ不吉なる妖気が吹き出してくるわ。そんな扉をわざわざ開けて得することなどありはせん。それにあの扉は我が宝刀伝人丸でなければ開くことはできんぞい。伝人丸か。そんなことより7代目天道大使探しはどうなったんじゃ。どいつもお主の相棒を務めるにはふさわしい者たちばかりじゃろう。なんかループしそうで怖いんだけど大丈夫。言っておくが、わしには孫などおらんぞい。ねえ。そういうことなんでしょうね。一度会わせたい感があるけどな。幽門秘行きたいよね。まあそういうことでしょうね。まあ軽く調べただけだけど特にって感じかな。まあとりあえず撮りました。あ、道具屋がある。行ってみよう。多分ね、もう出たらいいんじゃないかなって思ってるんですが、これだけは見よう。今時珍しい神様じゃないのかい。そういうなんか使い方しないと思うけどな。すごいな。神様、狼さん。お前7代目でいいと思う、俺。なんかよくわからんけど、好き。とりあえずまず売りましょうか。それなりにね、手に入ったはず。ああ、八束の剣。すげえなー。20万か。まあ、40で回復させの、こう2つストックで、いいかな。ちょっと20万両って気になるやつはありましたが、まあ現状足んないのでいいんじゃないかなと。で多分ねお話聞いたんで戻ればいいんじゃないかなって思うんですが、ちょっとあれは取ろうか。多分ジャンプしてやればいけるはず。 OK。
お、やっぱイベントあったか。出てきました。用事は済んだかい。なんだよお前、そのなんか言いたそうな顔はよ。ユーモンピ、そこにピリカがいるんだってな。まったくお前は何でもかんでも顔に丸出しだからよ。でもオイラそんな面倒なところに案内なんかしないぜ。どうしてもって言うなら一尺のじじいにでも案内を。お、みやび。やっと帰ってきてくれたんだね。村のみんなや一尺おじいの期待に応えて、ついに本物の天道大使になったんだね。でもどうして村へ入ってきてくれないの？わかった。あんたおじいに顔を合わせるのが恥ずかしいんでしょ。何が天道大使だよ、笑わせるぜ。そんなもんになったところで別に世の中が良くなるわけでもねえや。だったらおいらは面白おかしく暮らすってんだい。なんかまあ一寸らしいといえば一寸らしいけど。それじゃあもしかしてあなたもう絵を描いていないの？私たちコロポックルが人間たちに神様の存在を信じさせてあげなきゃ。神様は永遠に力を失ったままなのよ。それならお前たちがやったらいいじゃねえか。神様の面白漫画でも描いてその辺で売り歩けばよ。それよりこっちは今忙しいんだい。急ぎの仕事でユーモンピへ行かなきゃならないんだからな。行ってくれるのかいっすん。だから心機臭く絵の練習なんかしてる暇はないんだい。さあ行くぜマコ。ねえ、いいのかな。そういうことでしょうね。ユーモンピにいるんだろうな。ああその判定になっちゃったのね。びっくりしたよ。こっちでしょうか。さあ、ヨシペタイ奥地。このエリアももしかしたらあんまり長居ができないかもしれないですよね。ここをさらに奥へ進めば、コロポックルでもめったに寄りつかない幽門碑がある。いつ誰が作ったのか知らないけど、それを開いたら災いを呼ぶって言われてる曰く付きの扉。まあコロポックルの長の一族以外にはその扉を開けることはできないから、わざわざ近づく物好きもいないけどな。それに森の奥へ続く道は迷路のように入り組んでいて、カイポクネーに案内された道以上に険しくなってる。マジか、大丈夫か。ああ、一寸が案内してくれる。行きますとも。ユーモンピエ、いいよ、覚悟はできてるよ。おそらくなんか時間とか増やすやつはねちょこちょこ出てくると思うんで、まあ、この辺もちょっと回収しながらできたらやっていきたい。さあ、はぐれ玉手に入れました。ありがとうございます。とりあえずこれを取ろう。あ、マジ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 、よいしょ、オッケー。あ、マジか。戦闘にもなっちゃう？いや、これ戦わない方がいいよな。
脱出します。やばいやばいや、めっちゃ怖いんだけど、めっちゃ怖いんだけど、すげえ滑る、すげえ滑る。オッケー、よーし、なんとかあれを取りたい。オッケー、飛び越えて、ん？ん？あー、そういうことか。え、めっちゃ難しい、普通に難しい。完全な反動でやらかしたけど、よかったです、アイテムが無事で何よりです。ゆっくりね。 OK、 いける、よし。ダイレクトに当たっちゃったけど今。マジかー、いけなかったかー、申し訳ないが、ちょっと制限時間もあるからね。よーし、次のマップ、あ、着いたかな、着きましたかね。あれか、ユーモンピー、扉があるよ、ここだぜ。これ、あそこの古びた壁のようなものがユーモンピさん。ここがあってわけね。ユーモンピ、いつ誰が作ったのかわからないけど、一色のジジイも生まれる前の神話の時代からここに立ってるって話さ。この扉をむやみに開けたら災いを呼び込むって言われていて、コロポックルの長の一族が代々扉の番人を務めてきたんだ。まあどんな災いが吹き出してくるのか知らないけど、ピリカのやつがこの向こうにいるっていうなら仕方ねえ。開かずの扉をこじ開けるとするか。